沼袋保育園の施設をご案内します。こちらは北側正面玄関です。乳児クラスの入り口になります。南側園庭門です。幼児クラスはこちらから入ります。玄関ホールです。乳児クラスはここで靴を脱いで2階へ上がります。絵本の貸し出しを行っております。1階の廊下です。2階に上がりまして、こちらは0歳受け渡室です。保護者の方はここで持ち物の支度をしていただきます。0歳児クラスひよこ組、定員12名です。現在は遊びの部屋と食事の部屋に分けて使っています。奥の部屋でおむつ交換をし、紙おむつは園で処分をします。1歳児クラスアヒル組、定員20名です。年度の初めは新給児と新入園児をグループに分けて保育しています。廊下にあるホットスペースです。2歳児クラス鳩組、定員20名です。ママごとコーナーもあります。2歳クラスよりお昼寝はベッドを使っています。1、2歳児用のトイレです。乳児に合わせた小さな便器が設置されています。1階におりまして、3歳児クラス花組、定員22名です。幼児クラスになりますと上履きを履いて生活します。手作りのパソコン楽しそうですね。4歳児クラス星組、定員22名です。制作したものが飾ってあります。5歳児クラス月組、定員22名です。こちらはホールです。幼児クラスのお昼寝、運動遊び、集会など多目的に使っています。調理室の入り口です。自園で離乳食より調理を行っております。散歩は近隣の公園などに出かけます。こちらは園庭です。南向きで日当たりも良いです。外用トイレがあるのも便利です。園庭の築山では上り下りを楽しんでいます。こちらは園庭ハウスです。おままごとに使ったりぶら下がったりすることもできます。ビオトープのメダカ、かわいいですね。幼児用のプールになります。